マクラーレン M5A1 はブルース・マクラーレンモーターレーシングによって製作されたレーシングカーでマクラーレン初の F1 専用車であった。前作の M4 倍と同様1台のみ製作された。エンジンは3リッター V12 の BRM タイプ101を初めて使用し 365BHP を発揮した。M5A のデビュー戦は ウェットレースとなった1967年、カナダグランプリで序盤でスピンを喫したブルース・マクラーレンは4位まで、浮上したが、マシンにオルタネーターを取り付けなかったため電圧の低下したバッテリーを交換するためのピットストップで7位に交代、そのままゴールした。次のイタリアでマクラーレンは予選3位となるが、決勝では4位争いの間にコネクティングロット2本を破損し、 46周目にリタイアした。残る2戦も結果を出せず、いずれもリタイアとなった。1968年シーズン開幕の南アフリカグランプリをマクラーレンは欠場し、ワールドチャンピオンのデニス・ハルムが M5A を引き継いだ。M5A はブラッドレッドのカラーリングからより明るいオレンジで塗装され、決勝を5位で終えた。スウェーデンのプライベーター、ヨアキム・ボニエは、 旧式化したクーパー T81 に変えて M5A を購入し、1968年シーズンの7000に参加した。加えてその年のレースオブチャンピオンズ、インターナショナルトロフィー、インターナショナルゴールドカップにも参加した。ボニエの最高位はイタリアでの6位であったが、M5A は遅く信頼性が低いことが明らかになったため、仕様を止めて自らのアートギャラリーの壁にかけて展示した。 車は後で元の色に塗り替えられ世界中の様々な歴史的なレースに参加した。1999年のグッドウッドリバイバルミーティングでジャック・ブラバムがジャッキー・オリバーと共に車を走らせた際、ブラバムは激しくクラッシュし車から脱出するために切断しなければならなかった。車はその後元の状態にレストアされた。A ・マクラーレンが シーズン序盤にドライブしたマクラーレン M4 バイトによるポイントも含む。ありがとうございます。